住む人にとってみたら家中室温が一定で快適に過ごしていただけるお家だと思います。石川県金沢市に本社を置く株式会社盛大は、省エネ住宅の普及や品質向上に努め、温暖化防止につなげています。建物の構造自体を省エネ基準にしていく、例えば高断熱、高気密、あと高効率設備って言われる省エネ率の高い機器類を採用したお家のことを省エネ住宅っていう形で呼ばれてます。高断熱化すると冷暖房の効きが良くなります。小さな電力で家全体を温めたり冷やしたりすることができる。冷暖房などに使うエネルギーを節約すれば、家庭から出る二酸化炭素の排出量を減らせます。天井とか床、壁の断熱をより強化したものに加えて、外からの隙間風をなくす高気密化っていうことをやっています。窓もオール樹脂製のトリプルガラスサッシを標準としまして、入ってくる冷気とか暖気の防止っていうところに配慮しています。樹脂はアルミの1000分の1しか熱を通しません。冬場暖房費と給湯を使われているお家で、月の光熱費がだいたい1万5000円から2万円ぐらいって聞きます。オール電化で電気代だけで1万円前後っていうお家が多いので、まあ、実際半分から4分の3ぐらい。省エネ住宅は地球と家計に一石二鳥のメリットがあるのです。お家が長持ちするようになりますので、持続可能な街づくりをしていくことができるっていうことと、地球の資源を守っていくことができる、でそれによって活力ある都市づくりができるんではないかなと思います。